はい、どうもーポンチです。本日も花師匠にお越しいただきました。花プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、ゲームボールあると思うんですけど、ゲームボール僕はもう簡単に出さなかった時に結構外してしまうんですけれども、とか、あとなんか無茶攻めしちゃうとか、はい、中途半端なセーフティーしちゃうとか、まあいろいろあると思うんですけれども、ゲームボールで花プロだったら、この9番どうする、9番、10番どうするかっていうのをちょっといろいろお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、例えば、まあ点差が一番あると思うんです。9番ってことですね。昼昼とかではなくて、まあ昼できれば昼昼の、あ、できれば昼昼の状況で9番ゲームボール、はい、まあ例えばなんかよくあるのとこういうやつとか、はい、これはもう100攻めます。あ、もうこれは 100% ですね。 100%、はい、守る方もいらっしゃいますか。これをプロの試合で守ったのは見たことがないですね。あ、そのゲームボールの段階で、はい、これはくらいはまあまず攻めるだろう。攻めますね。定番になっちゃうんですけど、はい、これはどうするんですか。このタッチのゲームボール、これね、僕10年に1回ぐらい回ってくるんですけど、この両方タッチ、はい、これもう絶望的に難しいって言われているタッチタッチ、これは昼昼の状況ですと、はい、なったらこれまあ、カーブ使って入れに行きますけどね。あ、もうじゃあ攻め攻めます。守りがないとか、例えば切りとか。でもね、まあ、守りも一瞬よぎるんですけど、はい、攻めますね。昼昼で決勝戦、はい、攻めます、はい、これでタッチタッチの場合はまっすぐついても入る確率ってものすごい低いんで、まあ、カーブを使って、うん、ということは左側をつく。そうだね、一回クッションから離していくよ。試しについてもらっても、はい、これもかなり難球ですよ、ね、難球ですよ。こういう感じで、ああ、まあもう外れちゃったらもうしょうがないから、もうそう決めたんならね、うん、外す確率は、まあ、はい、ある程度はある覚悟してるってことで。そうですね。守るパターンがあったりするんですか。ありそうですけどね。例えばこっちを狙いながらバンクで、あ、腹切りバンク行きつつの、ね、ちょっと薄めに狙いながらって感じですね。入ったけど、薄く入ったらこの辺に刺さって手玉はこっち。あ、これも下げに見えるんですけど、はい、この選択はもうヒルヒルじゃしないだろうって感じですかね。まあ、だから今のもミスする可能性結構、うん、あると思うので、今たまたまうまくいったけど。そうです、そうです。なるほどですね。で、その大事なのって後悔しない選択をすることですよね。自分が後悔しないと思った方を選択できれば、そうですね、OK。はい、例えば今の延長でこっちでタッチタッチしてた場合は、これは普通につくんですか。いや、これもカーブちょっとさせますよ。あ、結構近いくても近くても、はい、一応大事にこうやって、台が甘くても、はい、台が甘くてもこうやってます。タッチタッチって本当に危険な球なんで、ちょっとだけカーブさせてるような感じ。はい、今のもちょっとだけカーブさせます。巻き台、巻き台ね、はい、巻き台つけばこう。そうです。一応10年に1回ぐらい回ってくるんで、一応練習ちょっとだけしといた方がいいかもしれないですね。あ、10年に1回のために、はい、まあ、1、2回練習してます。そうです。こういうのはどうするんですか。もうこれも例えば待てのまま昼昼で、はい、これはでも僕はその日のバンクの見え方とか調子とかに、はい、でバンクの調子が良ければバンクいっちゃう。縦バン、はい、手玉もケアしないって感じです。そんなしないですよ。で、セーフティーだとしたら長調、セーフティーだとしたらまあ長調もあるし、あと薄めに当てて4番あんまり動かさないようにして手玉離す。手玉、あ、プロだとあんま長調のセーフティー見かけないんですよ。そうですね、その後がきつくなりますからね、絶対にね。あ、長調のセーフティーのところで淡々に来ちゃうとか、うん、そうですね。同じようにこの場合もイメージが良ければ、そうですね、悪かったら簡単。手玉が浮いてる状態ってこう、このくらいだったらもう大体いっちゃいますね。もうそれで外れてもしょうがない。これだったらいかないかもしれないです、このライン。はい、これがこうだと行きやすいですけど、これだとだからこっちにバンク行くのか、4番をここに残しに行って手玉をゴールに戻しに行く。2ウェイとかはやんない。やんないですね。もう攻めるか守るかです。もうどっちか、はい、中途半端なことはしない。しないですね。これはよくありますよね。あ、はいはいはい、あ、もう 100% 守ります。これだとどういう守りが良さそうですね。これだったら4番をこう打って、で、手玉をこうね、もうこれ、まあこれしかないくらい。そうですね、うん、ちょっと甘かったですけど、さっきのやつだったらこれだったら
ない。まあそれで入れられちゃったらもうしょうがない。しょうがないかな。悩ましいのが、例えば土手とかで、はい、スクラッチ両方スクラッチね、どう言ってもスクラッチコース、はいはいはい、それってどうするんですか。もうスクラッチするの分かってるんだから行かないです。行かない。これセーフティーはどう。あー、なるほど、まあ、これでいいかなって感じですね。で、これが来たらこれが来たらどうするんですか。僕、これ結構守るタイプです、ね、これはどう、うん、まあ、同じように、まあ、4番の浮き具合が、裏からなんかね、裏から当てる。ちょっと今、入り込まなかったけど裏から当てて、そうですね、今の浮き具合だったら裏からの守りもありえるっていうことですね、はい。さっき言ったようにその時の自分のコンディション、まあ、そうですね、自分のコンディションと、あとはその自分の気持ちを大事にしたりする。大体こんな感じですかね、悩ましい球。まあいっぱいありますよ、まだね。これゲームボール、これはどうしますか。こっちバンク行く時もあれば、確実にセーフティー行ったりとかする時もあれば、守るとしたらこう行ってこう残す感じですかね。ちょっと厚かったですね、あ、薄かった。まあ、でもこの選択、そうです、こういう感じの選択、うん、これだったら攻めます。これタッチしてるんですね。これタッチ行かないですね。タッチしてたらいいかな。行かないです。浮いてたら行く可能性は十分あります。浮いてる方が受けが広い。はい、このポケットするための受けは広いですね。これタッチしてたらこれ軽くしてほとんど入らないですから。そしたらもうじゃあ薄くなるので、そうです、セーフティーみたいな感じでボタンが多い。そうです、そうです。これでちょっと浮いてたら攻めます。僕はこれ攻めるタイプじゃないですね。この形だったらこっちのバンクないですから。カラクッションで攻めるプロもまあいるんじゃないですか。これはもう完全に好みで、他にもまあ皆さん悩ましい球あったらぜひ書いていただければそれをちょっと聞いてみます。あ、そうですね。とりあえずこんな感じ。これ誰買うんだな。今回のところはそんな感じ、パッと思いつく限りは、はい、シュート率何パーぐらいだと思ったら攻める感じですね。ヒルヒルのゲームボールのシュート率なんとか、そのだから40% しかないもの、普段だったら 40% しかないものを収容高めて 60% まで持っていくぞっていう気持ちで狙いますよね。普段のシュート率 40% だったら攻めに行く、はい、ヒルヒルのゲームボールに行っちゃうか。これ本当に人によるんですよ。普通のゲームボールとかじゃなかったらシュート率大体何パーで決めてるとかってあるんですか。まあ平場だったら確率を守ってやる人、攻めを鍛える人、守りを鍛える、そういうのはあっていいんじゃないですかね。試合中はその時一応確率を自分なりに出してみて、あとは自分の気持ち大事にしつつ、60% ぐらいでも場合によっては攻める。そうですね、大体迷う時っていうのは守りの方も難しい時だから。なるほど、守りが簡単だったら守りの確率がグッて上がるから、そっちを選択するけど、はい、両方難しいってなったら計算が難しくなるってことですね。確率の計算、あの攻めて成功する確率が 60%、守って成功する確率が 65%、はいはいはい、それだったら攻めちゃうかなって感じです、ね。なるほど、まあ、非常に勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。